こんにちは。今回はこちらダイソーのこの2つを引き揃えて三角ショール編んでいこうと思います。こちらがダイソーで購入しているポストカード、こちら300円商品ですね。アクリル 100%、 80g、 450m 入っています。かぎ針が2号ですね。で、こういうのを使っていきます。こちらとこちらがミストヤーンのウォルナットベージュ、こちらかぎ針5号、ポリエステル 100%、 35g、 140m 入っています。で、こういうのを使っていきます。こちら1本と、こちらはもう1つ出して、中から中心部分から1本ずつ出して2本で、こちら1本で3本1本のようにしたんでいこうと思います。それぞれ出していきます。はい、こんな感じでお伝えしてた通り、ポストカード2本とミストヤーン1本で3本1本のようにしたんでいきます。で、いつもと同じその簡単にできる三角ショール編んでいこうと思うんですけど、ちょっとレシピを変えていこうと思います。輪を作って、で、今回10号で進めていきます。で、輪の中に針を入れて糸をかけてきて、立ち上がりを1、2、3します。で、これが一目として見ていきたいので、マーカーをつけて進めていきます。で、鎖編みをいつも1つなんですけど2つします。で、糸をかけて、この輪の中に長編みを3個、1、2、3、3個したら、この三角のところを鎖編みを3で、糸をかけて輪の中に長編みを3、1、2、糸をかけて3、長編みをして、で、最後も鎖編みを2つ、1、2して糸をかけて、この輪の中に長編み1つで終わります。長編み1つで、これで中心部分をこう引っ張って締めます。この辺はもういつも鎖編みで作ってるんですけど、輪で今回仕上げていきます。これで1段目完成です。で、また立ち上がりを1、2、3します。で、これが1目としてまた数えていくので、マーカーをつけます。で、この間は全部鎖編み2つで仕上げていこうと思うので、また鎖編みを2つで、糸をかけて編み地を向こう側に倒して、この輪の中に長編みを3個、1、2、3で、この山のところにまた長編み3個のセットを2つ入れたいんですけど、この長編み3個のセットと長編み3個のセット、間は全部鎖編みを2つしていきます。糸をかけて、この長編み3個、1、2、3で、ここは三角の山のところなので鎖編みを3個、ここはいつもと同じですね。で、糸をかけて、この穴の中に長編みを3個、1、2、3で、3個したら鎖編みを2つ、2つして、糸をかけて、最後の穴のところ、ここに針を入れて長編みを3個、1、2、3で、3個したら鎖編みを2つ、糸をかけて、この穴の中に長編みを3個、長編みを3個するんですけど、やっぱりこの鎖編みの3個目、このマーカー入っていたところ、ここに裏山手前に受けて向こう下2本かかっているところ、ここで糸を引き出してきて左2本、また2本で長編みで終わります。これで2段目完成です。で、また立ち上がりを1、2、3して、また1目として数えていきたいので、マーカーをつけます。で、横の分、また鎖編みを2つ編みます。2つ編んだら編み地を向こう側に倒して、糸をかけて、この穴の中に長編みを3個、左2本、また2本、糸をかけて、穴の中に2個目、3個長編みをして、で、またここは鎖編みを2つでつなぎます。糸をかけて、この前段の穴のところが来たら、
長編みを3個1、2、3、3個したらこの山のところまた鎖編み2つでつないで糸をかけて長編み3個のセットを2つ編み入れます。1、2、3で3個したら山のところなので鎖編みを3個糸をかけて長編みを3個1、2、3長編み3個を同じところに入れました。でまた鎖編みを2つでつないで糸をかけて前段の穴のところに長編みを3個1、2、3 3個したら鎖編みを2つ糸をかけて前段のこの穴のところに長編みを3個1、2、3で3個したらまた必ず鎖編みを2つ糸をかけて最後は先と同じように鎖編み立ち上がり3このマーカーが入っているところ裏山を手前に置けて向こう下に2本かかっているところそこで長編み1つで終わります。この繰り返しをずっと編んでいきますね。これで結構いつもの一つ一つで繋いでるのとまた雰囲気が変わってくるかなと思うんですよね。全体の出来上がりが。これで同じ要領で広げていきます。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じでだいぶ大きく編んできました。でここで、ちょっと縁を編んでいこうと思っていて、でこのミストヤーンをちょっとカットして、でポストカードだけで編んでいきます。なのでミストヤーンを10センチぐらいでカットして切り離して進めていきます。で最後のこの長編みの一番最後の引き抜きのところでポストカードにします。だけにしますね。これを2本揃えて引き抜き、ここをねちょっと細くなるかなと思うので、4本にしてもいいかなと思ったんですけど、どうしようかな。2本でちょっとやってみて、もうちょっと分厚さが欲しいなって思ったらちょっと本数を変えていこうかなと思っています。立ち上がりを1つして、一番最後のこの長編みの頭、これを裏からすくって細編み1つで始めていきます。でこれが1つ目ということでマーカーをつけて進めていきます。で細編み1つしたら、ここの穴のところに細編み1つで、細編みした1つしたら長編みが3個入っているところは鎖編みを3個します。1、2、3でこの鎖編み2つで穴が開いたところには細編みを1つで、またこの長編みの頭は鎖編みを3個で、この穴のところに細編み1つこの繰り返しをぐるっと1周編んでいこうと思うんですけど、ここの山のところでまたお伝えしていこうと思います。はい、こんな感じで山のところまで同じように編んできました。そしたら細編み入れたので、この山のところまた鎖編みを3個でつなぎます。で山のところで細編みを1つして、同じように三角のところなので鎖編みを3個して、で同じところに細編み1つで、あとはずっとここまでした感じで鎖編みを3個して進めていきます。3個鎖編みで穴のところに細編み1つこの繰り返しでまた先のところまで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。細編み1つ鎖編み3個したところで、一番最後のこの穴のところに細編み1つして、で最後のこの鎖編み立ち上がり3のところにマーカーしているので、ここを裏山を手前に置けて同じように拾っていきます。で向こう下に2本かかっているところ、ここで細編み1つで終わります。でこれで仕上げてもめちゃめちゃ可愛いなと思ったんですけど、ちょっとねこのふわっとしたミストヤーンを入れなかったことで引き締まるかなと思って、でこのままこっちでね、平らなところも一番長いところ、ここも入れていっていいかなと思ったんですけど、ちょっとねこの三角のところだけこういう風に何て言うかな、玉編みを入れていこうかなと思っています。これで細編み1つしたら、立ち上がり1つして一番最後細編みしたところ、ここの頭に針を入れて
あ、ここに、ここからも玉編み入れていこうか。今1したので鎖編み2、3します。そしたら糸をかけて細編みの裏から刺して、糸をかけてきたらこれで1回引き出します。で、糸をかけて2回目、糸をかけて3回、糸をかけて4回、4回ぐらいにしようと思います。で、これで糸をかけて全部引き抜きます。で、この状態で同じところに針を入れて糸をかけてこのまま引き抜きます。これを入れていこうと思います。ポコッとしてすごく可愛いかなと思うので。で、ここの鎖編みのところは飛ばしていきたくて、この細編みのところに全部入れていこうと思うので、この鎖編みは、拾いやすいところ、この向こう半目拾って引き抜きで移動させようと思います。引き抜き、引き抜き、3個鎖編みしてると思うので引き抜きします。そしたらこの細編みのところ、ここの頭を拾って引き抜きします。引き抜きしたら鎖編みを1、2、3で立ち上がって糸をかけて4回引き出せって決めたので全部4回で合わせていきます。1、2、3、4で糸をかけて全部引き抜き、で引き抜きしたらこの糸をこの根元のところに針を入れて引き抜き、こんな感じに仕上げていきます。で、またこの鎖編みのところが来たので向こう半目、2本取りなので2本しっかり拾って引き抜き、向こう半目引き抜き、3回引き抜きしたら細編みが来るので細編みのところの頭拾って引き抜き、引き抜きしたら立ち上がりを3個で糸をかけて同じところに1、2、3、4回引き出して糸をかけて引き抜き、で引き抜きしたらこの根元に針を入れて引き抜きで玉編みを編みます。こんな感じで進めていこうと思います。で、また山のところでお伝えしようと思います。ここまで編んでいきます。はい、こんな感じで山のところまで編んできました。そしたら鎖編みのところを引き抜きで移動させて、で細編みのところで玉編みを編んできたんですけど、ここは2つになってしまうので1つだけこの中心部分で玉編みをしようと思います。なので細編みの頭を引き抜きで移動させて、で鎖編み3個してると思うんで、この3個の真ん中のところまで引き抜き編みで移動します。針を入れて引き抜き、でここも針を入れて引き抜きをしたら立ち上がりを1、2、3して糸をかけてこの引き抜きしたところ同じ目、ちょっとね穴が大きく開くから2本取ろうかなと思いますね。この裏山と向こう半目、ここで1、2、3、4、4個したら一度に糸を引き抜いて、で引き抜いたらこのまま同じところに針を入れて引き抜きでつなげます。これで進めていこうと思います。ちょっとここは開くんですけど、こちら側も同じことをするのでバランスが取れるかなと思うので、で鎖編みの向こう半目引き抜き、で細編みの頭引き抜きして、でここもこの鎖編みの引き抜き、引き抜き1個ずつして、あれだ、引き抜きしたら細編みの頭ここも引き抜きで移動させて、立ち上がりを1、2、3、糸をかけて同じところに4回、1、2、3、4で一度に引き抜きます。引き抜いたら同じところに戻って引き抜き、この繰り返しはまた最後まで同じように編んでいこうと思います。はい、こんな感じで反対側も同じように編んできました。で、今引き抜き引き抜き引き抜きしてて、で細編みの頭玉編み入れてたんですけど、最初のところを一番最後のところで玉編み入れたので、この細編みの頭を引き抜きをしたので合わせていこうと思います。細編みの頭引き抜きで、ここの一番最後のところ、ここで引き抜きをしたら一番最後のところで1、2、3鎖編みで同じように玉編みを編んでいきます。
1、2、3、4で引き抜いて、で同じところに戻ります。針を入れて引き抜きで、ここでこの平らなところ編まないって思ってたんですけど、ここもちょっと入れていこうかなと思います。なんか気になってきたので、ここでまあね、コマ立ち上がり1つして、同じところに細編み1つで始めようと思います。細編み1つして、でマーカー取って、でこの間は飛ばす形でまた鎖編みでつないでいこうと思います。ここで鎖編みを4つします。3、4で4つしたら、この入っているところ、この長編み、ここだな、立ち上がり3目のところに長編みを入れてるんですけど、ここに針を入れて、で細編みでつなごうと思います。細編みしたら鎖編みを4、3、4、したら次のところもこの目が入っているところ、ここを拾って細編みで、また鎖編みを4、3、4で、また同じところ、こういう風に目が入っているところを取って細編み、この繰り返し、ずっと最後のところまで同じように編んでいこうと思います。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、ここの入っているところに細編みして、鎖編みを4個で、一番最初のこの細編みのところ、まあ、玉編みが入っているところですね、ここを拾って引き抜きで引っ付けようと思います。でこれブラーンってなってしまうので、鎖編みを1つしてグッと止めて、で糸をカットして、でスッと抜いて糸始末をしていきます。まあ、どっちが裏でも表でもないので、どっちでもいいです。で針に糸を通して、こういう風にちょっとポコってなってるので、これが沈んだらいいなと思うんですけど、まあ、ちょっとこういう風にかけてグッと締めて、であとはこの中側に糸端を持っていきたいので、いつもと同じように返し返して糸始末をしていきます。引き抜いたら糸をかけて、この中側に糸端を持っていきたいので、こうやって進めていきます。返し返して何回かしていきます。こんな感じで何回かしたので、ここでまた糸をギリギリでカットして、で糸が残っているところは全部同じようにして糸始末をしていきます。はい、こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。色もね、結構いい感じに入ったかなと思います。でサイズをあらかじめ測っておきました。この長いところがだいたい130センチぐらいで、この中心部分が64センチぐらい、まあ、ちょっといびつな形になっているんですけど、こことここ同じですね。90センチ90センチになっています。このポコポコ、玉編みをしたところがこことここになってます。何か参考にしてみてください。でポストカードは2玉使い切って、ミストカードやって、ミストヤーンは、2玉と半分使いました。そういうところも何か参考にしてみてください。こんな感じで、この縁のところだけ玉編みを入れて、まあ、しっかりした玉編みを入れても可愛いと思うんですけど、今回このいろんな色が入ってて、ふわっとして、まあ、この編み方と合ってたかなと思います。こんな感じで可愛くいろんな色が入るので、結構可愛いかなと思いました。で、ここもね、こう、鎖編みで、した方がすっきり引き締まったかなと思うんですよね。まあ、あってもなくてもいいと思うんですけど、今回はちょっとしてみました。こういうところも何か参考にしてみてください。まあ、肩からかけてもいいし、まあ、こう中心部分をクシュクシュってして、この首元に巻いてマフラーとしても使えるので、こうね、この裾だけこうポコポコしてるので、こういう風に見せて巻いても可愛いですよね。こんな感じで作品作りの何か参考にしてみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。